二番目の無人宇宙、飛行ミッションである。2002年3月25日に、主戦衛星発射センターから打ち上げられた。人の居住スペースを搭載して打ち上げられ、宇宙で人が生活するのに必要なシステムを試験する、ことを主目的とし、動機、脈拍、呼吸、食事、代謝、排泄といった。 人間の生理現象を模した機能を備えたダミーの人形が登場した。デザインの変更により、打ち上げは数ヶ月延期された。当初、新州産後は新しい内装を備える予定だったが、問題が生じたため、以前のバージョンに戻された。ロケットと宇宙船は、2002年3月初めに同時に、開催された第9回全国人民代表大会と、 第9回中国人民政治協商会議の第5セッションでお披露目された。新州3号はミッションの途中で2回軌道を変えたと考えられている。1回目は3月29日10時15分に戦備のロケットが8秒間点火され 330.2km337.2km 33の軌道に押し上げた。2回目は3月31日で こちらも軌道が上昇した。新州1号と新州2号の軌道傾斜角が約42.59度だったのに、対し新州3号はそれよりわずかに小さな42.40度の軌道を取った。ミッションでは44個の実験が行われた。その中には分光器の撮影、雲の測定、放射性の測定、紫外線の観測、 太陽定数の測定、大気の構成の分析、大気の密度の観測、結晶化炉の実験、タンパク質の結晶化、バイオリアクタの設置、微小重力の計測などが含まれていた。またビデオカメラが積み込まれ、宇宙船の窓を通して地球を撮影した。無線伝送システムの試験では、事前に録音された女性の声が伝送された。 新州3号は軌道を107周し、大気圏再突入して安全に着陸した。新州2号では着陸カプセルの写真は一切公開されなかったが、今回は公開され、着陸の成功が裏付けられた。また、新州2号と同様に、今後のミッションのため、軌道モジュールは軌道上に残された。新州4号ではこの軌道モジュールが、 ドッキングターゲットになったと推測されているが、公式には明らかになっていない。新州3号の打ち上げは、江沢民共産党総書記の立ち会いの下で行われ、党中央政治局のご報告、党中央書記ところの訴傾向中央軍事委員会の宇久原も同席した。新州3号は、打ち上げ脱出システムを備えた、調整2号によって、 初めて打ち上げられた。さらに、緊急の場合に、手動で操作できるシステムもに系統を備えられた。これは、打ち上げの際に、テストされたが、中国の当局は成功したかどうか認めていない。打ち上げの翌日、中国中央電子台は、軌道上の宇宙船の画家による、想像図を放送した。興味を引いたのは、軌道モジュールの前面に7つの対数周期アンテナが、 備えられていたことである。これは 300-1000MHz の範囲の周波数に対応したものだと考えられている。また、軌道モジュールが宇宙船から離れた後、軌道モジュールのアニメーションが公開され、3つのブームが全面から伸び、1つは左、1つは右、1つは前を向いている様子が描かれた。これは一種のエリントではないかと推測されている。 関連項目、ありがとうございます。